今回は1話見たら止まらなくなるアニメの紹介です。はい、どうもしんです。というわけで今回なんですけども、1話がめちゃくちゃ面白すぎて続きを見ちゃうアニメを10作品紹介していきたいと思います。それでは始めていきましょう。1つ目の作品は琴浦さん、制作 AIC クラシック。この作品のジャンルは学園ファンタジーラブコメです。ジャンルやキャラデザインを見ると明るく楽しそうな雰囲気なんですが、1話はなかなか重苦しい内容になってます。物語は心の声が聞こえてしまう少女が主人公で、少女は成長していくにつれ心の声が聞こえることが原因で友達や家族から嫌われてしまいます。そして親からはあんたなんか産むんじゃなかったと言われ捨てられてしまい、次第に周囲の人間とは距離を置いて過ごしていくようになっていきます。そんなある日、転校した学校で少年と運命的な出会いをするっていうとこから始まります。とにかく1話の A パートが超がつくほどのシリアス展開でめちゃくちゃ引き込まれますし、そのシリアス展開がアクセントになってその後の物語に生かされてるんで、よかったら見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、 Unext、 バンダイチャンネルで見れます。2つ目の作品はかつて神だった獣たちへ、制作マッパ。こちらの作品1話が本当に面白くて、まずジャンルはダークファンタジーです。物語は戦争で劣勢になった軍がその状況を打破するために禁忌の技術を用いて人間を異形の兵士へと作り変えてしまいます。異形の兵士となった彼らはその強さから疑心兵ともてはやされていましたが、ある日仲間の力が暴走する事件が発生し、疑心兵たちは自分たちも理性を失い暴走してしまうのではという不安を抱えながら日々を送る中で、戦争の終わりを迎えることを告げられるがってとこから始まります。ここから衝撃の展開が連発して面白いですし、戦争で勝利をつかむため人の姿を捨て神と呼ばれた英雄たちを獣と呼ぶようになってしまう人間の心の弱さを感じるような悲しい物語に一気に引き込まれると思います。というわけで今回の企画の1話がとにかく面白いっていうのにぴったりなので選んでみました。こちらの作品は D アニメストア、FOD、Hulu、Unext、バンダイチャンネル、プライムビデオ、Netflix などで見れます。3つ目の作品は正解する角、制作東映アニメーション。こちらの作品のジャンルは SF CG アニメです。物語は羽田空港の滑走路に突如として一辺が 2km を超す謎の超巨大な正立方体が出現し、出現場所に居合わせた旅客機が立方体の中に飲み込まれてしまいます。人類は突如現れた謎の物体に対し様々な実験を試みるんですけど、全く傷つけることすらできず、そんな中で立方体の上部に階段が現れ謎の人物が姿を現すっていうところから始まります。というわけで謎の超巨大な立方体やその中から現れ謎の人物との出会いなど、未知との遭遇がワクワクして続きが気になる作品で、中盤まで一気に見ちゃうと思います。後半の展開や CG のキャラに好みが分かれるとは思うんですが、興味が湧いた方はまず1話見てみてください。こちらの作品は Unext で見れます。4つ目の作品は作眼、制作サテライト。こちらの作品は2021年の秋アニメで放送されたオリジナルアニメで、ジャンルは SF 冒険ロボっていう感じです。物語は遠い未来が舞台になってまして、人々はコロニーで生活しています。そんなコロニーから出て未開地帯ラビリンスを冒険したい天才少女と、元凄腕のマーカーと呼ばれる父が何気ない日常を過ごしていたある日、コロニーの中に怪獣が現れ凄惨な出来事が起きてしまい、2人はコロニーの外へ行く決心を固めるっていうとこから始まります。この作品はとにかく1話が家族愛を感じる素晴らしい内容になってまして、名作を予感させるスタートとなってます。そこからの展開に関しては好みが分かれるので、とりあえず1話見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、FOD、Hulu、Unext、バンダイチャンネル、プライムビデオで見れます。1つ目の作品はナンバー6、制作ボンズ。こちらの作品は理想都市を舞台に繰り広げられる近未来 SF です。物語なんですけど、理想都市ナンバー6に住む主人公の少年シオンが12歳の誕生日を迎え、幸せな日中を過ごしていました。そんなる日、怪我をした謎の少年ネズミと出会い、助けたことから交わるはずがなかった全く違う境遇で育った少年たちの宿命というにはあまりに切ない物語が始まっていきます。序盤のストーリー展開が特に面白い作品なので、今回選んだんですが、 BL を感じさせる部分があったり、終盤が駆け足で結構賛否がある作品ではあります。とにかく1話2話は面白いので試しに見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、 Unext、 FOD で見れます。ここからは1話からずっと面白い作品です。6個目の作品はコードギアス反逆のルルーシュ。
制作サンライズ。最初にお伝えしちゃいますと、コードギアス反逆のルルーシュはアニメ史上最高の1話だと言いたいぐらい素晴らしいです。というわけで1話から面白すぎて止まらない作品といえばコードギアスだと思うんですけど、ジャンルはロボット頭脳戦です。今回のテーマの第1話のタイトルが魔人が生まれた日となってまして、物語なんですけど、主人公の少年ルルーシュがテロリストが起こした事件に巻き込まれてしまい、そこで謎の少女と出会うっていうところから始まります。本当にアニメ史上最も完璧な1話なんじゃないかなって思ってまして、冒頭のシーンではルルーシュの少年時代が描かれてるんですが、僕はブリタニアをぶっ壊すっていうセリフからのオープニングも鳥肌立ちますし、序盤にあるチェスのシーンではルルーシュが圧倒する場面があって、そこで主人公の特徴は頭の良さっていうのが描かれてるので、その後の展開でルルーシュが頭を使いながら行動する姿に見せられていくと思います。そしてなんといっても謎の少女 C2 と出会い、ギアスという能力を与えられるシーンで、力を手に入れたことを理解したルルーシュの表情での完璧なタイトル回収で、マジで史上最高の1話だけでなく、一度見たら止まらないアニメ史上屈指の傑作なので、ぜひ見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、 Netflix、 FOD、 Hulu、 U-NEXT、 バンダイチャンネル、プライムビデオなどで見れます。7個目の作品は僕だけがいない街、制作 A1 ピクチャーズ。この作品は1話見たら止まらない作品の代名詞的な存在だと僕は思ってます。まずジャンルは時間逆行サスペンスです。物語なんですけど、リバイバルというタイムリープ能力で悪いことが起こる1分から5分ほど前に戻り、違和感を探して事故や事件を解決するっていうのを日常的に体験していた主人公が、ある事件をきっかけに少年時代まで時間が遡ってしまうっていうところから始まります。というわけで29歳の青年が現在の意識を持ったまま小学生時代に戻り、事件を未然に防ぐため奮闘する姿を描いた作品なんですが、とにかく続きが気になるような構成になってるので、1話見たら本当に止まらないと思います。時が巻き戻る現象、リバイバルっていう能力の設定に興味が湧いたとかでもいいので、とりあえず1話見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、 FOD、 U-NEXT などで見れます。8個目の作品は約束のネーバーランド、制作クローバーワークス。こちらの作品は2期でちょっといろいろあったんですけど、1期が本当に面白い作品です。ジャンルはダークファンタジーとなってまして、物語はハウスと呼ばれる孤児院で育てられている38人の子供たちの日常風景から始まりまして、ある夜里親の元へ旅立つ少女に忘れ物を届けるために、エマとノーマンは近づいてはいけないと教えられた場所に訪れ、衝撃の真実を目撃してしまうっていうとこから始まります。今大人気のクローバーワークスさんが制作なので、作画の安定感はもちろん、キャラの絶望している表情やあえてピントを外して不穏な雰囲気を演出するなど工夫された映像もすごいですし、なんといっても真実を知った後のエマとノーマンの会話と BGM が本当にゾクゾクさせられるんで、まず1話見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、 FOD、 Hulu、 U-NEXT、 バンダイチャンネル、プライムビデオ、 Netflix、 ディズニープラスで見れます。9個目の作品は進撃の巨人。こちらの作品は巨人が人を食い全てを支配する世界を描いたダークファンタジーで、アニメ史上最も絶望的な1話に引き込まれること間違いなしです。物語なんですけど、人類が巨人に怯えながら巨大な壁の内側で生活していたある日、超大型巨人が現れ、日常が一変するっていうとこから始まります。本当に不気味すぎる巨人のデザインが気持ち悪いですし、1話のラストのシーンで流れる壮大な音楽と悲惨な出来事を目撃したら間違いなく続きは見たくなる作品です。音楽を含めて世界観が素晴らしいですし、ウィットスタジオさんの作画も迫力がすごいです。後半まで見続けると前半からのストーリーがつながっていき、まさかこんな展開になるとはってなると思うので、ぜひ見てみてください。こちらの作品は D アニメストア、 FOD、 Hulu、 U-NEXT、 バンダイチャンネル、プライムビデオ、 Netflix、 ディズニープラスなどで見れます。ラストに行く前にチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。普段はいろんなアニメ紹介してるんで、よかったら他の動画も見てみてください。はい、10個目の作品は日暮らしの泣く頃に、制作スタジオディーン。日暮らしの泣く頃には GO とかいろいろシリーズがあるんですが、とりあえず放送中に見ていってもらえれば問題ないので、今回は1期と2期をおすすめしてます。ジャンルはミステリーホラーとなってまして、物語は昭和末期の山奥の村が舞台で、そこに都会から少年が転入してきて奇怪な事件惨劇に巻き込まれていくっていう感じです。1話の序盤がかなりポップで明るい雰囲気で進んでいくんですが、そっからの後半のギャップがすごくて引き込まれると思います。惨劇を描いてるんできつめの描写があったりするので、そこは注意してほしいんですが、ストーリー構成が素晴らしく、見始めたら止まらない作品なんで、ぜひ見ていただきたい名作です。こちらの作品は D アニメストア、 FOD、 Hulu、 U-NEXT、 バンダイチャンネル、プライムビデオ、 Netflix で見れます。次回やっちまった。さてこの次もサービス、それでは皆さん、またね。